近所の皆さん、またご通行中の皆さん、私は衆議院選挙を目指して、この間この和歌山の 85% をカバーしています。和歌山3区の各地を回ってきました。日本共産党の原康久でございます。あ、おおきにありがとうございます。いよいよ今日は国会解散されました。3年前のありがとうございます、衆議院選挙、皆さんもおおきにありがとうございます。おおきに覚えておられると思います。とにかくもう今までの政治、根本から流れを変えよう、こういう選挙だったんですが、新しく政権の座についた民主党という党が、どんな党だったか、もう皆さんご存知の通りです。自民党以上に自民党になったと言われるほど、選挙で国民の皆さんに約束をしたこと、ことごとくこれ裏切って国民の願いを踏みにじる、3年間の民主党政権はこういう政治でした。前の国会で消費税の増税が野党の自民党と公明党が協力する下で強行されました。ご存知の通り、消費税の実際の値上げは再来年の春からなんですが、私は今度の衆議院選挙はこの消費税増税にストップをかける、増税強行したこの消費税値上げ三党連合に厳しい審判を下せば、実際のこの再来年春の消費税の値上げ止めることができる可能性を大きく残されています。今こんなに暮らしが大変な時に、働く人たちの所得が激減している時に、おきにありがとうございます。消費税増税絶対あかん、ありがとうございます。この皆さんの気持ち、支持政党の違いを超えて、和歌山3区で私は原康久へと、どうぞ皆さんありがとうございます。おきにありがとうございます。消費税値上げ反対の皆さんのこの声、原康久に託していただきたいと思います。衆議院選挙が終わった後の国会で、絶対消費税の値上げ許さない、新しい政治、皆さんと一緒になって起こしていきたい、全力で頑張ります。どうぞお力添えを心からお願いいたします。さらに皆さん、原子力発電所、福島原発の事故を目の当たりにして、本当に世界の人々が、人類の未来と原発は共存できない、この思いを新たにしました。これまで原発推進推進と言ってやってきた主だった世界の国々、ドイツだったりイタリアだったりフランスだったり、こういうところが大きく流れを舵を切って原発ゼロ、この方向に政治の流れが変わりました。事故を起こした当の日本で、電力資本やウランを輸入しているアメリカの圧力に屈して、民主党政権は大井原発の再稼働ゴーサインを出し、今また青森県で新しい原発さらに建設しようと、こういう逆流も生まれていますが、国中で広がっている原発ゼロ再稼働反対、この流れも全国各地でさらに大きく広がってきています。どうぞ皆さん、21世紀のエネルギーはとんでもない危険な原発ゼロにして、自然エネルギーへと政治の流れ、この
総選挙で大きく切り替えていこうではございませんか。どうぞ皆さん、原発ゼロ、この皆さんのお気持ち、日本共産党とこの和歌山3区で原康井さんへとどうぞ託していただきますように、今度の衆議院選挙全力で頑張ってまいります。お力添え心からお願いをいたしまして、今日国会解散あたりましての日本共産党原康井さんからの訴えといたします。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。